どうも、タスルです。さて今回は、日本の新幹線がパラレルワールドに突入、YouTube で見られる退屈な現実を少し忘れられる、パラレルワールドのショートフィルムについてね、今回ご紹介させていただこうと思います。はい。まあ、これはですね、先日ネットの記事で見たんですけども、なんかアメリカの YouTube のチャンネルで、なんか日本の新幹線とかね、日本の科学者とかも出てくるパラレルワールド、まあ、いわゆる平行世界と言われている、もう一つのね、現実が存在すると言われているものがテーマの、まあ、ショートフィルムというのが YouTube で公開されてまして、それがね、結構面白かったんです。本当に SF 映画みたいな感じで。面白かったですね。今回それをね、ちょっと途中まで実際の映像を引用させていただきながらね、まあ、いろいろ語らせていただこうと思います。それでは VTR スタート。はい、これはですね、スウェーデンの映画制作者、アンドレア・スニルソン氏という方が手掛けた映像なんですけども、このショートフィルムはアメリカのコロラド州デンバーにある没入型のアートが楽しめる施設、ミャウルフ・デンバーコンバーベーションステーションというところのプロモーションのために制作されたそうなんですよね。で、これのテーマというか、いうのはですね、なんか、まあ、とにかくこの映像はシュールでですね、新幹線は異次元列車でワームホールをくぐり抜けてどんな場所でも行くことができるパラレルワールド、つまり平行世界にもっていうのを、まあ、コンセプトで、列車に乗るね、乗客に客室乗務員はこう促すんですね。日々の平凡な現実に疲れていませんか？別の世界があると言ったらどうします？と言って、列車はね、異次元へとどんどん突入していくんですね。で、ところがこれに警告を促すのは日本の科学者の方で、なんか日本語でね、時空の構造を操作してワームホールを作るということは、同じ場所の2つの宇宙をつなげることになり、壊滅的に不安定になってしまいます。高速粒子の壊れやすい構造によって物質エネルギーの一部がパラレルユニバースに流れ込む可能性があるという警告を言うんですよね。その言った通りに、まあ、次々とね、トリッキーなことが起きていくんですね。すごくエキセントリックな、非常にぶっ飛んだ展開を見てて、それが面白いんですよね。かなり刺激的な旅というかね。はい、っていう映像なんですよね。まあ、この後どうなるかはね、ぜひとも説明欄にリンクを貼っておきましたので、フル動画をね、まあ、よかったらご覧ください。本当面白いんで。はい。まあ、とにかくね、これは本当にね、すごく刺激的で映像で、なんか、例えばね、その YouTuber でもそうだし、映画監督とかね、ミュージシャンでも、そういうクリエイターの人とか特にね、すごくいい刺激になる映像なんで、なんか制作のヒントになるかもしれないので、面白いですよ、これ。やっぱこういう映画とかっていうのはね、退屈な現実を少し忘れさせてくれるというか、この映像をきっかけになんかその新たなことをなんか始めようっていう気にもなるかもしれない。こんなことがあったら嫌だなっていうこともありますけども、ちなみにこのコンバーベーションステーションの施設の様子というのはインスタグラムにも見ることできるのでね、説明欄に貼っておきますので、よかったらご覧ください。僕は残念ながら行ったことないですけど、すごい行ってみたいですね。本当に面白そうです。これめちゃめちゃ賑やかで刺激的で、なんか新たなものが生まれそうというかね。以上、 YouTube で見られる、エキセントリックなショートフィルムでした。